本校ではダゲスタンの歴史について述べる。北高架カサス東部にあるダゲスタンは歴史的にいくつかの広告で構成された。南のイスラム教国と北の正教会国家が発見を争う場所としての役割が19世紀初まで長く続き、特にペルシアとロシア帝国の間の紛争が最も重要であった。ダゲスタンという名前は歴史上等コーサスを指した。 この地域は1860年にロシア帝国に並行されダゲスタン州に改名された。その後、テレク州東部も含めて1921年にダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国が成立1991年に自治権のより強いロシア連邦の構成主体であるダゲスタン共和国に代わって現代に至る。ダゲスタンのデルベントは サーサーン・朝の要塞で知られ、ユネスコの世界遺産として登録されている。画像は2006年撮影。100年以上の戦争を経て、サーサーン・朝は6世紀に東、コーカサスを征服した。その結果、ダゲスタン全域がサーサーン朝の影響下に置かれた。552年、ハザールがコーカサス北東部に進行、ダゲスタン北部の定地地域を占領した。 当時のシャンハーアンシャーであるホスロー一世は領土を遊牧民族から守るべくデルベントで要塞を築きカスピ海とコーカサス山脈の間にある狭い通り道を閉ざした。ホスロー一世はクムフ要塞も築いた。現代のデルベントという名前はペルシア語でであり閉じられた門という意味だったがこの名前は5世紀末から6世紀初。 カワード一世の知性にデルベントが再設立された時に使用されるようになった。イラン百科事典によると古代ラン語の要素は特にサーサーアン朝の時期にダゲスタンとデルベント市の住民の話し言葉に吸収され、その多くが現在に至るまで残っている。実際、デルベントと東コーカサス全体をペルシア化する政策は数世紀にわたって行われ、ホスロー一世も サファビー町のイスマー・イール一世とアッパース一世も、それを採用した。後のダーボンド・ナーマによると、ホセロー一世は要塞を建設した後、多くの人々をペルシアからここに移動させた。3000世帯がペルシア内陸部からデルベント市と周辺の集落に移住したという。アル・アンダルス人、ホミド・マハミド・ガーナティによる1130年の記録では、デルベントに、 多くの民族が居住しており、中には多くのペルシア語の話す市民も含まれているとされ、ダーボンド・ナーマの記述と合致する。ダゲスタンはイスラーム教徒のペルシア征服により、ペルシア人統治からアラブ人統治に移ったが、この時期はアラブ人とハザール人が北東コーカサスをめぐって150年間戦争をしたことでも知られている。生まれ分ハッター部の帰省中の643年。 アブドゥルラフマーンブンナビーヤ・バーヒリー率いるアラブ人軍勢がデルベントとその周辺地域を占領した。アブドゥルラフマーンは652年のバランジャル法囲戦中に戦死した。662年にはハザール人がダゲスタンに侵攻した。698年カリフのアブドゥルマリクの弟ムハンマドブン・マルワーンがデルベントを占領した。705年には カリフのワリード1世の弟マスラマ、ブンアブデルマリクがデルベントを再び占領した。722年、カリフのヤズイード2世が軍人のジャルダーフ・ハカミーをデルベント要塞の守備に派遣した。歴史家のタバリーは、ジャルダーフの戦役について、アラブ人はダゲスタン南部でハザール人を撃破した後、ダゲスタンの山岳地帯に進んだ。彼らは、 コムシンとグミクの人々の抵抗を乗り越え、侵入を拒否したカイタグとタバサランへの懲罰的な遠征で彼らを略奪したと記述した。歴史家のバルアミーは723年の記述で、ジャルダーフが近しい指揮官一人を呼びつけて、戦士3000人を与え、カイタグに行って、途中であったすべてのものを破壊して、抵抗する者全員と戦って、日の出までに、 私の前に帰ってくるようにと命じたとした。ジャルダーフヒキールアラブ人軍勢は723年にダゲスタンを抗軍してバランジャルを占領したが彼は730年のマルジ・アルダビールの戦いで戦死した。マスラマは730年から731年にかけて鉄の門を7つ築いてできる限りの方法でデルベントを要塞化した後軍を率いて グムクに進軍した。732年、マルワーンブンムハンマドが強固な要塞を突破して、ダゲスタンの初島地社に年貢を支払わせた。旧世紀のペルシア人、ジャービルブンハイアーンは、グミクとコンゼックが占領された後、マルワーンがそこから離れ、つめの地に入ったと記述した。旧世紀の歴史家バラーズリーによると、マルワーンは、軍勢12万を率いて、 ハザール領に侵攻した。ハザール軍は連敗してサマンダルを占領された。797年、ハザールは再びダゲスタンに侵攻した。1124年頃のコーカサス地域。9世紀と10世紀にも散発的な戦闘が起きたが、10世紀にハザールが崩壊したため大規模な戦闘はなくなった。以降は数世紀間キプチャクハン国など遊牧民族の統治が続いた。 16世紀初、サファビアサ、ペルシアがダゲスタンの統治を再び確立以降断続的ながらペルシア支配が19世紀初期まで続いた。16世紀と17世紀には法律における監修が法典化され、ジャマートと呼ばれる集落の組織がある程度の自治権を得た。一方、 クムイクニーンのシャムカルは1651年から1653年までのロシアペルシャ戦争がロシアの敗北に終わったにもかかわらずサーリの保護を求めた。ロシアは18世紀にダゲスタンへの支配を強めようとし、ピョートル一世が1722年から1723年のロシアペルシャ戦争でダゲスタンの海岸部を併合したが1735年の ギャンジャ条約で返還している。また18世紀には、アバルハン国の中高も見られ、ナーディルシャーのダゲスタン戦役では一時的に抵抗に、成功し、シルバンとグルジア諸国に年貢を強いるほどであった。1747年以降、ペルシア領ダゲスタンはデルベントハン国を通じて収められるようになり、その中心地はデルベントであった。エカチェリーナ2世のペルシア遠征は、 ロシア帝国がデルベントを占領する結果に終わったが、今度はエカチェリーナ2世の死去など内政問題によりまたしても、撤退を余儀なくされ、ダゲスタンはガージャールアーサ、ペルシアに再占領された。コーカサスの地図、1875年。1806年、デルベント藩国はロシアに占領され、1804年から1813年までの、 ロシア・ペルシャ戦争の後に正式に確認された。1813年、ロシアが戦争に勝利したことでガージャール・アッサは、ゴレスターン条約で、デルベントを含むダゲスタン南部などコーカサスの広大な領土を割譲せざるを得なかった。1826年から1828年までの、ロシア・ペルシャ戦争を終結させた、トルコマンチャイ条約により、 ロシアのダゲスタン支配は揺るぎないものになり、ペルシアは二度とダゲスタンに手を出せなくなった。ロシア帝国の統治に、ダゲスタン人は失望した。重税、土地収容、マハチカラなどの要塞の建築といった圧勢により、ダゲスタン人は、コーカサスイマーム国を支持して、反乱を起こした。この反乱により勃発したコーカサス戦争は、ガジマホメド、ガムザトベク、 シャミールと一体マームたちに支えられて、1859年に、シャミールが降伏するまで続いた。その後、コーカサス戦争は1864年に、終戦、アバルハン国が廃止された。1907年から1915年頃の、ダゲスタン人、セルゲイ・プロクジンゴルスキー撮影。ダゲスタンとチェチェンは1877年から1878年の、 ロト戦争を利用して一斉に放棄した。以降、チェチェンは19世紀末と20世紀を通じて、数度放棄したが、ダゲスタンと一斉に放棄したのは1878年で、最後だった。1917年12月21日、イングー氏、チェチェン、ダゲスタンがロシアからの独立を宣言、北高架カすス山岳共和国を建国、列強から承認された。 この共和国の首都はダゲスタンのテミルクハンシュラだった。初代首相にはチェチェンの政治家タパチェルモエフが選出された。しかし、最終的にはボリシェビキの進軍により1921年1月20日にダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国の建国が宣言された。ヨシフ・スターリンの工業化の波はダゲスタンに及ばなかったため、ダゲスタンの経済は停滞し、 ロシア国内で最も貧しい地域となった。1999年、シャミルバサエフとイブンアルハッタ率いるチェチェンからのイスラム主義組織は独立ダゲスタンイスラム国を建国するためにダゲスタンに侵攻した。侵攻を撃退した後、ロシアはチェチェンに侵攻した。また2010年初から2012年末までダゲスタン共和国内で暴力が頻発し、 内戦寸前と報じられた。ありがとうございます。